はい、皆さんこんにちは、ワタルグルビジです。では今回はギレンレボワークシーズの脅威 V レベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。北京攻略に相変わらず手こずっているんですけども、今回こそ北京攻略決着つけましょう。皆さんからもね、ちょっといろいろお叱りをいただいている状況もありますので、今回こそ決着をつけていけられるように頑張っていきます。早速なんですけども、今回ヤザンにですね、いよいよガンキャノンに乗ってもらいました。まあ本来ヤザンがね、そのガンキャノンに最も適したパイロットかというと、まあ、クエスチョンな部分はあるんですけども、それでも射撃12持ってるのは魅力ですよね。なので基地中心部に一気に入り込んでもらおうかなというふうに思っています。その他でいうと、やっぱり小さい敵多いかなとは思うんですけども、今の連邦軍の戦力からするとそれすらも実は強敵だったりするので、まあ、しっかり物量で押していくという、まあ、戦い方、まあ、これまで通りになりますけども、それを徹底していければいいのかなというふうに思っています。では部隊発進していきましょう。一応今マドラス基地、インドマドラス基地ではガンダム、プロトタイプガンダムの生産始めてますので、まあ、これまたね、使えるような状態になってくると1段も2段も、戦力としてはアップグレードされるのかなというふうな期待はしています。では敵の基地中心部ですね、拠点が固まっているところへと一気に部隊を投入していきたいと思います。マゼラアタックはね、まあ、大した敵ではないと思うんですけど、やっぱりザクなんかはね、強力なんですよね、この時点においてもね。ガンキャノンが落とされないように偽装しましょう。まあ、いろんなところに、おとりとして使うにはちょっともったいないですけど、ミディアをばらまいてですね、それを餌にまいていきましょう。あとは、まあ、戦闘機ですね。これで壁を作っちゃうというのももちろん一つの大きな手ですね。それによって、まあ、ミディアとガンキャノンを守るという、まあ、そういう戦い方も、まあ、戦術としてはありなのかなというふうには思います。きっと僕の活躍で基地の仲間も大喜びですよ。一機ずつ落としていきます。ここも落としておきたいですよね。ザクキャノンだと思います。このザクキャノンを落としちゃいましょう。残るな、半分ぐらいしか当たらなかったかな今ね。こちらはモンシアです。まあ、モビルスーツ相手だとなかなか削れないっていうのが現状だな。まあ、一歩ずつ行きましょう。ではガンキャノンを下ろします。制圧を行って、索敵はちょっともったいないので他の部隊に任せましょうか。索敵は他の部隊に任せて攻撃に専念すると、まあ、そういう作戦ですね。できればね、一気に仕留めたいので、この辺りに一気にドカーンと行きましょうか。あとは敵の、まあ、いわゆる補給路、これを立っておいてですね、回復させない、まあ、そういう戦い方も演出していければいいかなと思います。ようやくザクキャノンは撃破です。ここはガンキャノンが支援攻撃に入りますね。2機まとめて撃破したいところですね。ツーユニットまとめて撃破したかったですが、残ってますね。ザクマリンタイプが残ってます。まあ、ただこの要領でじわりじわりと敵をまあ削っていくやり方になりますかね。本当はね、ここにガンタンクとかも一緒に連れてくればよかったかなという、もう、まあ、まさに後の祭りではあるんですけども、まあ今後のね、戦い方の参考にはなるかなと思います。戦闘機はもうここでは壁になってもらって、まあ、犠牲覚悟と
というところかと思います。逆にフライマンタとかはね、失うと火力がやっぱり出なくなってきてしまうので、まあ貴重な戦力だっていう認識は持っておきたいと思います。ザクマリン対決仕留めました。スレッガーさん、モンシアですね。いいんですか、行きますよ。ここもザクキャノン相手です。ベイトとアデル、まあ、ベイトとアデルもトップクラスのパイロット能力持ってるんですけど、まあ、どうしてもフライマンタでは火力不足ですよね。ミヤザンのガンキャノンが支援攻撃に入ります。ミキ同時撃破、順調ですね。さあここは総力を結集していきます。なんとしてもここで北京の攻略完了させたい。今拠点攻略戦全5ターンのうち4ターンが終わったところなので、あと1ターンで決着つけなきゃいけないっていうね、まあそういう状況ですね。まず絶対にやりたいのがガンキャノンの攻撃。ここでザクキャノンとマゼラタック撃破したいですね。で、まあさらに言うとですけど、マゼラアタック、ザクキャノン、デザートザク、デザートザクか。これがどれくらい強いかですかね、あとはね。ザクスード、陸戦タイプ。いやー、悩ましいですね。まあ、本当に、ここは負けられない戦い。絶対に取らなきゃいけないところなので、誰をどこにどう配備するか。ね、ザクスの J 型ベイト、こっちに攻撃仕掛けるか。でだ、戦車はこちらに残っちゃうかもしれないですね。もう一押ししたい、もう一押ししたいんだけど、もう一押しできる戦力がない。ちょっと残念ですね。そうですね、まあ、こっちのザク 2J 型は、まあ、倒せるかな。スレッガーさんたちを、むしろこっちの攻撃に当てますか。まあ、これが吉と出るか、凶と出るか。ベイトがでも、もうエネルギーないから攻撃できない状態ですもんね。となると、やっぱりこっちだよな。ザクキャノンはすぐで倒せるし、マゼラアタックも倒せる。うん、これで行きましょう。これにかけます。なんとかこれで決着つけられるように祈りましょうか。はい、頼む、もう祈ります。やれやれ、誘ったのはお前さんだぜ。ここはね、ある程度確信めいたものがあるんですが、この次の3スタックのところですよね。予定通り撃破しました。そしてここよ、どけ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 、邪魔なんだよ。ガンキャノンどれくらい火力出してくれるかですね。残りそう、残った、マセラアタックが残った。残念だな、もうほんと1ミリでしたね。すごく残念です。まあ、ただ攻撃してくるけど反撃できないパターンね。戦闘を中断します。マゼラアタックはね、そうなんですよね。2連時攻撃できるんですよね。一方、こちらの61式戦車はね、その、おっと、ルナ2に敵が攻め込んできたか。いやー、これもきついな。敵部隊が侵入してきました。まあ、ここはね、さすがにマゼラン、サラミス、まあ多数用意してあるので防衛戦、展開して、終わらせておきたいとは思いますが、それでもやっぱりきついですね。まあある意味敵の数をここで減らせると、まあ前向きに捉えたいと思います。さあでは北京攻略戦の続きです。ルナ2の攻防戦はカットさせていただいたんですけども、
いやもう全然きついですね。新ギレンの野望に慣れてるとちょっと宇宙でのマゼランやサラビスの火力が信じられないぐらいに弱いですよね。ちょっとルナ2は疾患する可能性が高そうですね。これまた仕留めきれないで増援入られるっていう、そういう可能性も出てくるな。まあ、キリがないっちゃキリがないですけど、なんとかどっかでその連鎖を止めてあげないといけないですけどね。ここはなんとかこのターンで決着したいところなので、果敢に攻め込んでいきましょう。これで、まあ、マップの上側から入ってきた部隊はあらかた撃破の目処が立ちましたね。で、下から入ってきたファットアンクルなんですけども、これも撃沈してます。ただ、デザートザクとザク、陸戦タイプだと思うんですけど、それらのユニットが、ちょっと味方の、マップの下側に向かってる部隊だと、倒しきるのが難しいのかなという気がちょっとしてます。まあ、間に合うかどうかは別として次の戦いに備えて、一部の部隊を南下させましょう。で、このターンで、まあ、考えたくはないですが、倒しきれなかった場合に備えて、ここにも、まあ一定数の部隊は残しましょう。学習できてない戦いが続いてしまっているので、ここは学習しましたよという意味も込めて、半分ぐらいですかね。大体半分ぐらい。半分弱かな。半分弱ぐらいの部隊はここに残していきます。で、残りでマップの右下に急いで急行しましょう。どうしても倒しきれてないっていうところあるんですよね。ここまでのところで。なんで思い切って接近戦を挑んでいきましょうか。ここがね、あの水中マップなんで、ここも最後の敵の拠点の制圧ができないっていうのがね、痛手ですね。ここの制圧ができれば、全拠点制圧での攻略というのもね、あの現実的なところとして出てくると思うんですけど、そこはちょっと残念なところかなとは思います。またこれ一気残しじゃないか。一気残しになるかもしれないですね。1ユニット残しかな。1ユニット残し。いやー、本当にキリがないわ、こいつら。なんとかしても、ここでやっぱりこの連鎖を、負の連鎖を、断ち切りたいですよね。このザク偵察型倒せるかどうかというのと、ここにいるザクキャノンですね。このザクキャノン、倒しきれなそうだな。どうでしょうね。フライマタ届かないよな。まあ、このあたり爪の甘さが今回もちょっと目立ってしまっているところかなとは思うんですけど。まあ、ただね、あのスムーズな攻略はね、多分他にいろいろやられてる方はいっぱいいらっしゃると思うんで、まあ、ここではね、悪戦苦闘する様を見ていただきたいというのもあるので、まあ、たまにあの、上手い人だったらもうこんなとこ簡単に終わってるのにとか、全然ダメとか、まあそういうコメント、まあいただくんですけども、まあ生温かい目で見守っていただければなというところで、まあ、何度かお話ししてると思うんですけど、うまくで、ね、攻略するんだったら攻略本とか他の方の攻略とか見てやれば、まあできると思うんですけど、基本的に攻略サイトとかほとんど、というかまあ全くですね、見てないので、まあ攻略の仕方がよく言われるんですが、ガラパゴス化していると。あんまり見ない攻略の仕方しているねっていうのをコメントでね、いただくんですけど、それはね、逆に僕にとっては嬉しいコメント内容なんで、まあそのあたりね、ちょっとご理解、ご承知おきの上でご覧いただいて、温かいコメントいただけると嬉しいなと思います。どんどん撃ってきな。ここは、ザク、偵察型、潰したい。そしてこの後だよね。このザクキャノンが倒しきれないんですよね。これ倒しきれると残った、まだ残ったよ。いや、いった、よし、ようやく北京攻略完了です。我が軍は
敵特別エリアの制圧に成功しました。いやー、長くかかった。ルナ2は失敢すると思います。ルナ2より緊急連絡です。 V 作戦の研究を行っていたサイド7がジオン軍の襲撃を受けました。被害状況は深刻です。まあ、そのルナ2も今ジオン軍の襲撃受けてますからね。サイド内に侵入した3機のザクにより研究施設は大破。ホワイトベースの乗員にも多数の死者が出ました。侵入したザクのうち2機は我が軍のモビルスーツガンダムの働きにより撃破され、またホワイトベースも残された試作モビルスーツを積み込み脱出に成功しました。その後2度の戦闘をくぐり抜けルナ2へ逃げ込んできました。信じられないことですが、ホワイトベース、ガンダムともに正規の乗員ではなく民間人によって運用されており、しかもこの間ザク4機を倒したガンダムのパイロットはまだ15歳の少年だったとのことです。素人集団が赤い彗星と互角に、ガンダムの性能が予想以上に優れていたということか。いや、それ以外の何かがあるのかもしれんな。ところで今後のホワイトベースと乗組員の処遇はどうなさるおつもりでしょうか。選出されたパオロ艦長も最後まで気にしておりました。ルナ2には V 作戦を守るだけの戦力はありません。彼らには自力でジャブローに向かってもらおうと思うんですが。もうすでにルナ2失敢間近なので、これはもう有無を言わさずワッキーの進言を入れましょう。将軍、彼らをお願いします。我々にできることといえば彼らの幸運を祈ることだけです。ジオンとの戦いがまだまだ困難を極めるという時、我々は素人まで動員している。寒い時代とは思いませんか。回路の確保によってハワイ諸島の攻略が可能です。ハワイ攻略作戦を提案します。はい、開発部より、ご覧いただきました通り、まずようやく北京ですね、攻略完了しました。ご覧になりますか。で、この後なんですけども、もうルナ2を守りきる力は残っていない状態なので、ルナ2はもう放棄します。で、ルナ2を放棄する代わりに地上での制圧作戦を進めていきましょう。これでなんとかね、地上を完全に奪還して、再び宇宙で、ゼロからの出発になりますけども、戦っていこうかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またその模様をご覧いただきたいと思います。